時刻は5時20分でございます。早い。7時10分の飛行機に乗るために車を飛ばしております。はい、無事成田空港到着しました。19時キックオフだけど、もう7時10分、朝7時10分なので、飛行機に乗ります。ゆっくり行きましょう。このジェットスターの7時10分発の飛行機も乗りすぎてて、もう御用達ですよ。一番安いからね。目的地になるべく早く着いていて、向こうで何かすると気持ちの余裕がある。確かに。なんかジェットスターの機体が新しくなってます。広々。飲み物挟める。じゃない、スマホじゃない、タブレットホルダーって書いてある。すごい今どき。無事福岡空港到着しました。そうかも、なんか北海道ばっかり行ってたよ。一瞬ほっぽりしたけど、そう、なんか久しぶりに西に来たので、なんかワクワクします。無事レンタカー借りれたんですけど、次のシーンは左側か、無駄に広いノアを借りさせられました。2人なのに7人乗りの車に乗ってます。今回はこちらのノアで行く旅になります。バスツアー。あなたの心をわしづかみさんに来ました。来ました。大道屋の YouTube とかでも出てたお店です。ちょっと気になる。やば、おしゃれなラーメン食ったよ。特のおしゃれラーメン。糸かき氷。糸かき氷。どう動かす？抹茶はやめ抹茶を使ってるらしいです。美味しそう。暇すぎてコスモアウトレットに来ました。ワンピース買っちゃいました。でもね、いい感じのワンピース買えたんで。はい、明日着ようと思います。現地調達スタイル。着きました。駅前不動産スタジアム。妊娠7ヶ月の妊婦、飛行機に乗り、車に乗って鳥栖まではるばるやってきました。杖子生まれるわ。杖子生まれるぞ。まあ、まずは今日勝ちたい。ちょっとね、許されないので。着きました。いつもあの書道のやつ、ね、さあ、美味しそうなの買ってる。5、6個でフルーツ。そうだ、かわいい。トスカラーのパラソルついててめっちゃかわいい。トスカラーの頑張るぜ。頑張ろう。
ではホテルに帰りましょう。遠方で最強、遠方で最強って言ってる。大体勝ってるよね。広島とかも勝ってたし。はい、いつもの感じのドミンです。すごい任せた。明日の夜行。